ばい、これも。これもドライバー？あれ、どこですかこれ？これはですね。かぶってるな。あの池越えて、さらに小さい池があって、グリーンなんですよ。え、もうじゃあこれ一回安全パイにちっちゃい池の手前落とした方が。真ん中に落とした方がいいよね。いいですよね。マネジメント的には。75ヤードからあのちっちゃい池まで120だから100ヤード打つ100ちょい打ってもいいぐらい。でも風があるから、はい、右に吹いてるんで。9番で打ちます。滑ったけど、いいとこですね、うん、今滑りましたよね。滑った、滑って気づいたよね。ビクって体になったもん、はいはい、でも、テイクワークなんか綺麗に入ったんでそのまま打っちゃいました。よかったですね。よかった。でもあれだね、ティーがさ、うん、ブルーとホワイトがさ、はい、あってさ、ホワイトじゃん、うんうん、女性、結構パートルの難しいよね、うん、大変だと思います。今だ170ヤードとかだとショートホールでもないですもん、270ヤードって。あ、そう。大体女子だと短いと本当100ヤードからあっても130、まあ、150ぐらいまでじゃないですか、ね、でもなんかマネジメントの練習になるかもしれない。なんか今だったら池越えしてもう一個池があるからその手前にちょうど打ちたいとか、うんうんうん、そうだよね、普通だと、はい、そうか、それがないもんね、はい、ショートコースは、はい、もう普通に打ってグリーン狙ってみたいになるけど、うん、冷静にやめとこうみたいな。57ヤード。アプローチで優しくですかね。アプローチウェッジで。それでピンちょい左ぐらいを狙っていきます。大きいかな。ナイス、止まった。あ、よかった。なんか自分でハーフで打てるつもりが動画見るとまあまあフルに見えるっていう説があって、ちょっと動画で見たらまあまあテイクバックしてるんだろうなって。でもまあ170ヤードちゃんと2オンできればやっちゃうからいけないな。あ、うまい。ダボ？ツーオンのスリーパット。でもなんかピクニック感覚ですごい楽しくないですか？新しくみたいだね。はいはい。なんか普通に友達と練習でとかって言いながらワイワイやると。都心からどのくらいで来れるの？1時間かかんなかったですね。あ、すごいね。あ、混んではいなかったんだっけ。はい、混んでなかったです。1時間かかんない。あ、200ヤード。200。まあまあ距離感じます。これドライバーです。いいのかな。まっちゃん、飛ぶとどのくらい飛ぶんですか？飛べば180ぐらいですけど、もうなかなか手に当たらないんで。なるほど。大丈夫ですか、ね、右出たけどヒールに当たっちゃいました。落ちてきてればいいけどな。
ここが一番長いとこでしたっけ？ここが一番長いところ、ここだけです、あのパー4。そう、ここパー4なんですよ。あ、だから次乗せて、ありがたい、2パットでも、ありがたい。でも確かに2、3が170ヤード結構距離あったけど、ここが終わったら結構ショートゲームな感じです。はい、65ヤードちょっと砲台なのかな。そうですね、もしミスするのはショートの方がいいですね。うん、オーバーしちゃうとしんどいかも。しかも爪先上がりだし、足りないけど、いいミスってことでショートの距離寄せてワンパットで入ったら今日初パーですね。おやっとこういう短い芝難しいんだよな、アプローチ。でも練習なのでやってみます。開いて打って顔動かさない。うん、当たりはいまいちでしたけど、結構フックするかな。うまい、やったスパーです。やった、めっちゃライン乗ってた今。乗ってました。いや嬉しいな、こういうの。よし、今結構集中したんですよなんか昨日ちょうどあのミカプロのショートゲームのレッスンの動画を見返してて、うん、で確かにミカプロに教わったパターのポイントを変えてたらかなり良くなったんですけど、うんうんうん、昨日動画でもう一個気づいたことがあって、うん、肘、うん、私肘まっすぐだったんですよ、パター。あ、構える時に、はい、それが余計窮屈そう でミカプロの見たらちゃんと肘曲がってなんか五角形みたいになってたから、あ、窮屈さの違いそこもあるかもしれないと思って。あ、なるほどね、はい、そっか、伸ばしきっちゃうとちょっとこうなんだろう、力んじゃうっていう。そうなんです、そうなんです、パンチが入っちゃうみたいな、はい、それでなんかミカプロに言われたと8の字スイングになってたりで、ちょっと肘をマイルドにしたらあの本当にストロークが楽になって、はい、あ、いいよね、はい、楽になるっていうのはね、はい、では103ヤード打ち下ろしてます、ね、北海道見えてないですか、大丈夫ですか北海道背中言われても気づかない感じあ、よかったです。頭で108ヤードでした。何ヤードぐらい打とうと思って、本当は9番なんですけど、距離通りだと。ただもう冬であんま飛ばないのと、ティーアップしないで打っちゃうんで8にしてみました。あ、なるほど、うん、右側から木の枝が出てるじゃないですか、まあ、引っかかんないと思うんですけど、あれか、うん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 、なんとなく打ち分けられないけど低く糸伸びればいいなって考えることだけは考えるんですけど、まあ、とりあえずじゃあやってみようって感じですね、はい、あ、ストップしちゃった。いや、でも戻って、もう結果オーライ、結果コロ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 あー悔しいな、今みたいなのがトップしそうなスイング、いっぱい打ってればさ、何球かはミスは出ちゃうよね。いや、まあ、確かにそうです、ね、うん、それが今出ちゃう、そう、今出たかぐらいでいいんじゃない、はい、まあ、なんかそのトップとか殴った時に次対処どうするかとかっていう方がきっと大事なんでしょうね、ダウンドって。ああ、2打目をどうするかってこと、はい、そうだよね、そのトップをどうするかよりも次のことだよね、はい、
あとあわよくばそのミスする種類もこのミスだったら許せるみたいなのを残しといた方が、うんうんうん、メンタルコントロールとしてもいいのかなっていうふうに思います。確かに、ね、あれかな、これあっち行く、そう見て拡大しても分かんなかった。で、その緑がプレフォーってこと。なるほど。じゃあプレフォーでやる。そうですね。51ヤード。よし。です。頑張り。なんかグリーン硬そうだけどピタッと止まるね。なんかそうですね、止まりましたね。もともとピタッと止まる、止まりやすいかもしれない。あ、そうだよね。なんか前もミカプロに相談したんですけど、高い球が多いんですよ、やっぱりアプローチは。なんかこう転がす球っていうのが、確かに無意識でスピンかかるとかって言ったけど、そう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 だったよね。そうなんですよ。でもなんかミカプロ曰くしっかり当てた方がスピンはかかるよねみたいに言ってますね。下半身は絶対動かさない。うん、距離感はね、そうです、すごい良かった。